045マークです。今日はね、猫ちゃんたちの特別な日じゃないんですけど、別にちょっとね、豪華な食べ物を食べさせてあげたいと思います。それがこちら、バーン、マグロ刺身用、ふー、人間用です。お、わたげちゃんも気になってますね。ほら、猫ちゃんは魚大好きということでね、まあ猫缶もね、魚のやつが多いんですけど、やっぱこういう新鮮なやつをね、一回ぐらい食べさせてあげたいなと思いまして買ってきました。まあ知ってる人は知ってると思うんですけど、マー君一番大好物なのはマグロなんですよ。これ自分が食べれないというね、非常に悲しい状況なんですけど、まあ猫ちゃんたちが喜ぶならいいかなと思いまして、ってことでね、飼い主が切ってあげて猫ちゃんたちに食べさせてあげたいと思います。どんな反応するのか調理していきたいと思います。マー君キッチンへようこそ。料理動画は多分 YouTube で初めてなんじゃないかぐらいなんですけど、見てください、新居のキッチンめちゃくちゃでかいんでね、これからまあちょっとずつ活用していければなと思います。さあ、このマグロのね、刺身をまあ切っていきます。非常に美味しそうです。はい、揚げすぎには注意みたいなんですよ。やっぱ生魚なんでね。はい、こんな感じですね。まあね、ちょっと飼い主がやっぱ毒味をしないといけないということなんでね、1個食べてみたいと思います。新鮮じゃなかったらちょっとあれなんでね。おっと、わたげちゃん、わたげちゃんが、じゃあいただきます。はい、新鮮。じゃあいきましょう。はい、じゃあマグロの刺身揚げていきたいと思います。わたげちゃん美味しそうだね。で、味付けはなしで、味付けしちゃうと良くないみたいなんでね。わたげちゃんおいで、はい、食べる、マグロだよ、美味しいよ、あー美味しいよ。ちょっと警戒してますね。噛むんだよ舐めてますね。わたげちゃん食べないの？ほらほらほら、泳いでるよ、マグロが。あら、食べません。魚を食べない猫なんているんでしょうか。わたげちゃん警戒心強いんでね、ちょっとダメでしたね。まあ俺が食うからいいんですけどじゃあ次、つめえちゃんなら食ってくれると思うんで、ね、つめえちゃんにあげたいと思います。はい、つめえちゃんをちょっとちっちゃくカットしてます。つめえちゃん、つめえちゃん、つめえちゃん、おいで、つめえちゃん、つめれ、おいで、おいで、あ、来た来た来た、はい、おいしいよ、そう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 、あ、もっと食べるか、おー食べてた、くっついてますあら、どう、つみちゃん、美味しそうに食うね。美味しいね。あ、美味しい美味しい。はい。いいよ。はい。おっと、しんげた。つみちゃん。つみちゃん。何やってんだよどうですか、あ、いい音、生魚の音がしますね。美味しいでしょう。どうだった、マグロ美味しかった？ということで、わたげくんはね、警戒して食べなかったんですけど、まあ、つみれちゃんはね、案の定しっかり食べてくれました。なんかね、特別な日に1枚2枚あげてみるのもいいんじゃないでしょうか。まあ、たまに餌が違うとね、まあ、人間も喜ぶように猫ちゃんも喜ぶと思うんで試してみてください。今日も見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。3、2、1、ありがとうございます。